い、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、今日紹介するのは、今あの音楽がちょっと流れてるかなと思うんですけど、そう、こちらじゃん、ララランド、ご存知ですか。こちらララランドのサウンドトラック CD なんですが、そう、私あの8月にあのもうすぐ誕生日を迎えるんです。なんとあの20歳になります。そう、あのね、そう、今19なんですけど、で8月の20日、そう、20が私の誕生日で、そう、やっと大人の仲間入りをするという、あの今年はね、ちょっとなんか10代から20代になる節目なので、ちょっとすごくワクワクしてます。それでこちらをあの昨日ね、でその水泳の友達がくれました。そう、ララランド、そう、サウンドトラック CD。 そう、ララランドはもう私も映画見に行ったんですけど、ミュージカル映画が好きで、あのいろいろ見てきたんですけど、あの一番なんかすごい感動しましたね。そう、あのララランドはエマ・ストーンさんとライアン・ゴズリンさんが出ているんですけど、このね、この2人ね、主役の2人なんですけど、そう、ロマンティックコメディドラマ映画なんですね。そう、すごいなんかね、頑張ろうっていう気持ちに私自身が慣れた映画です。そう、あのね、すごいゴールデングローブ賞ではノミネートした7部門を全て獲得して、アカデミー賞ではあのタイタニックって映画、ご存知の方もいるかなと思うんですけど、でタイタニックに並ぶ史上最多14ノミネートした映画です。そう、ぜひね、もう DVD 化されてるんじゃないかなと思うので、ぜひおすすめです、見てください。そう、でこうびっくりしました。昨日練習を終わった後に、はい、これって渡してくれて、そしたらこれ誕生日プレゼントにって言っていう感じでもらいました。そう、もう本当に、なんかね、自分自身いろんなことがあるじゃないですか、やっぱり毎日ね。でもなんか頑張ろうっていう気持ちにさせてもらった映画です。そう、とてもおすすめです。私、そう、エマストーンさんも本当に綺麗ですし、もう本当なんか女性としても輝きたいし、なんか人としてもあのしっかり生きていきたいなっていう気持ちになった映画です。そう、サウンドトラック CD なんですけど、そう、15曲入ってます。そう、そう、すごくおすすめです。はい、はい、ということで今日はララランドのサウンドトラック CD をあの誕生日プレゼントにいただいたので、その紹介をしていきました。はい、ぜひね、もういろんなあの素晴らしいね、元気が出るような曲がいっぱい入ってるので、あのぜひ皆さんも聴いてみてください。そう、20歳にね、もうすぐなってしまうので、あの残りわずかあと2週間ぐらい10代をあの悔いないようにあの過ごしていきたいなと思います。あのもっとね、みんなと楽しめるような動画をどんどん配信していきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。